迎え日湾は、大韓民国継承北道歩行市にある湾。日本海に面し、西の達し一万岬と東の小尾串を結ぶ内側の海域である。沿岸には、歩行市街地と境界有、東海面、小尾串面がある。湾の東側を小尾串が遮る、風波の少ない天然の良好である。断層運動で形成された兄山一交代の北東端に位置する。 東北方向に伸びた大白山脈とコビク市から慶州の都福武山をつなぐ南西方向の山系がこの地域の南部にあり、この二三系の間で南東方向に兄山井が向江飛湾に流入して川口付近の歩行市内に広い中石地である歩行平野を形成している。湾口は北東向き、水深は約200メートルであり、外海に行くほど、 水深の傾斜が非常に急な海底地形を示す。幅約1 0トル湾入は約1 2トルに達し、水深は海岸から1から2トル地点までは1 0ル程度、湾口では16から1 9ル程度である。湾王には2トルに達する半月型のサスに、なった松島海水浴場があり、 暴風林として植林された黒松ヒノキが、鬱蒼とした森を形作っている。気候は外して海洋性気候の特色を示すか、干渉の差が大きく、冬には気温が最低摂氏15度以下まで、夏には最高摂氏35度以上まで上下する時も、ある。古代には、白木の金カラス試県に属した。迎え火という地名は、高麗時代の延べ日県に由来し、三国維持。 あだちら王四年の延べからスローと細ラス女の説話に現れる。それによれば、実月のせいである延べからスロー細ラス女夫婦が日本へ渡ったため実月が光を失い、王が使いをよこしたが、延べからスローは日本で王として迎えられているのを天命として帰国を拒み、代わりに細ラス女の追を与え、それで天を祭ったところ実月が元に戻ったことから、 天を祀ったところを迎え火県、または、といのりやと呼んだのだという。迎え火湾港京都舞鶴港歩港迎え火湾港、ウラジオストク近海にブリ、サバ、ニシンなどの漁獲がある。湾内に重工業都市かつ、水産都市である、歩行市がある。同市は1967年に、兄、山江川口一帯が、総合製鉄工業地域に設定されたことで、 本格的な東南海岸工業ベルト地域の拠点都市として開発され始めた。兄山井の川口付近は歩行工業団地と松島遊園地が位置する。歩行工業基地には関連産業である金属、機械部品メーカーの工業団地が立地していて、製鉄、金属、機械工業が系列化された一つの重化学、工業コンビナートを形成している。 ワンオーブに注ぐ谷山へが運搬する土砂によって広大なサスが形成されており、歩行港への大型船舶の接岸を妨げてきたが、1973年サスの一部が埋め立てられ、韓国最初の一貫製鉄所である歩行製鉄所が建設された。以来沿岸一帯は韓国屈指の金属工業基地として発展し、港湾施設も整備されてきた。歩行港内には急行 新港、迎え日湾港などが位置している。2009年8月には、歩行迎え日湾港第一段階が完成した。迎え日湾沿岸は、人口密度の高い市街地地域に隣接して、港段地域が密接なところである。兄や前からの排水が流入するため、水質保全対策が求められている。大韓民国一海兵士団が歩行に本部を置く。ありがとうございます。